先日、上海の地下鉄2号線で白人男性が突然気を失い倒れました。車内の乗客は助けるどころか全員逃げ出しました。映像が公開されると、中国社会で大きな議論が巻き起こりました。電車内に設置された防犯カメラには、緑の服を着た外国人男性が突然意識を失い、床に倒れるのが映っています。しかし、誰も男性を助ける人はいなく、車内の乗客は一斉に隣の車両に逃げ出しました。この時、ちょうど駅に着きました。3車両の乗客が逃げるように一斉にホームへ飛び出しました。混乱の中、転倒した人もいましたが、幸い大きな負傷者は出ませんでした。倒れた白人男性も意識を取り戻しました。この映像がネット上に投稿されると、中国で大きな議論が巻き起こりました。あるネットユーザーは、今後地下鉄で席がないときは気を失ったふりをすればいいと揶揄しました。また、人が倒れても誰も助けない。今の中国は一体どうなっていると嘆きも聞かれました。新唐人テレビがお伝えしました。